吉安寺は、愛媛県松山市道後にある、総当州の寺院。通称、六部様。四国八十八箇所番外札所。辞典によれば、天文八年に、河野慶通りの子、河野彦四郎吉安が建立したと言われる。河野市の本拠であった湯津駅の東約百メートルに、位置する河野市ゆかりの寺院である。寺院名は、建立者に由来する。 天正13年河野市当主の河野通直は、豊臣秀吉の四国征伐の際に、小早川高景の説得により降伏した。これにより異予告は、伊予国は小早川高景の支配下となった。この時、一族、不代の家臣が、当時に集結し、井戸の水を飲み交わして肉に使えないことを訳し、自陣して果てたと伝わる。この話は法永7年に編纂された。 南千武州大日本南海道用非軍合理研修に記されている。この井戸は地いの泉と呼ばれ、境内にある。当時の周辺は、ホタルの名所であった。かつてこの周辺で見られた大ぶりのホタルは、吉安寺ラボタルと呼ばれ、自陣した武士たちの魂が飛んでいるのだと伝えられていた。また、言い伝えでは、六十六部海国行者が当時で非合の死を遂げ、以来、 教者を祀っており、お六部様と呼ばれるようになった。八のつく日は当時の縁日となっている。ありがとうございます。